黒名があり、アリ愛好家の中でも人気が高く、これからアリを飼育したいという方の中でも飼ってみたいアリの一つではないでしょうか。今回は黒名がありの採集と飼育の流れを押さえていきたいと思います。まず黒名がありの魅力を確認していきましょう。1点目は4月から11月頃まで続くアリの結婚飛行シーズンの最初に飛行する種であるということです。2つ目に植物の種を食べるという独自の生態です。そして3つ目に複数の女王で、共同でコロニーを創設できるという点です。それでは黒名がありを採集するための流れを押さえていきましょう。まず、飼育をする際には必ず新女王の採集が必要になります。そのために、黒名がありがどういった場所に生息しているかを押さえておく必要があります。よく黒名がありが巣を構えているのは日当たりの良い草地、もしくは河川敷といった場所です。比較的明るい、日当たりの良い場所ですね。それから黒名がありの餌となる、イネ科の植物の種があるということもポイントになります。こういった場所で黒名がありの巣の、確認をしておくことが採集へのポイントとなります。生息地を見つけたら次は、新女王を採集するための計画を立てましょう。黒名がありの結婚飛行は4月中旬から5月上旬。数あるアリたちの中で最も早く飛行する黒名がありの結婚飛行は、毎年アリシーズンの到来を告げてくれます。結婚飛行の理想的な条件は雨が上がった後の翌日、気温が高く上がり風がほとんどなくなったような日です。多くのアリの種類で、このような条件の下で結婚飛行が行われますが、アリシーズンの先陣を切って、結婚飛行を行う黒名がありとしては、冬から春に変わって、今年一番気温が上がった、だいたい25度以上ぐらいでしょうか。そういった暖かい日に、黒名がありの結婚飛行が、よく観察されます。ただですね、気候条件が惜しい日といいますか、飛びそうだけど飛ばないという日も結構ありますので、できれば頻繁に生息地に足を運んでいくと結婚飛行に立ち会える、可能性が高くなります。そしてですね、飼育をするために、採集しなければならないのはこのような、結婚飛行後に交尾をして、羽を落とした黒名がありの女王です。新女王は何匹か共同で巣穴を掘ることがあるので、このタイミングも、女王採集のポイントです。また採集の際には、こういった小さな小分けにできるケースなどを携帯しておくととても便利です。女王を採集したら、濡れたティッシュなどを入れて、乾燥を避けるように工夫しましょう。新女王が採集できたら、飼育環境を作っていきましょう。黒名がありは、土の中に、巣を作る種類なので、湿度が、ある程度あることが重要になります。また女王のみの段階では、大きなスペースはいらないので、このように小型でかつ、石膏で保湿ができる飼育ケースがおすすめです。石膏は水を吸水して、湿度を保つことができるので、土の中に住む種類などにはよく、こういった石膏の巣が使われます。また試験管のタイプの巣も、新女王の、飼育などにはよく使われます。左側に水があって、脱脂面が、詰めてあるんですね。これにより、保湿が可能です。黒名がありは多女王制のため2匹から5匹程度の女王を同居させるとバランスよく飼育することができます。女王はやがて産卵を開始します。この間の管理は、なるべく、光や振動を与えず、ストレスを与えないことが重要です。そしてやがてワーカーが誕生します。次に黒名がありの餌について大きく分けて3種類押さえておきましょう。まずは、植物の種。イネ科の植物の種をよく食べます。そして幼虫などの生育に欠かせないタンパク質、昆虫などを与えます。そして、糖分を取るための蜜餌。
これを与えます。植物の種に関してはイネ科の植物の種を野外で採集してきてもいいですし、ショップなどで購入することも可能です。タンパク質、我が家ではミルワームをよく使っていますが、こちらも購入することが可能です。蜜餌は、あまり飲まないんですけれども、念のために与えておくような感じです。そして、これらの餌を食べてコロナ代わりの頃にはすくすくと成長していきます。こちらは新女王を採集してから、およそ、7ヶ月後、1年目の冬の様子です。もうすでに、ワーカーたちは、こんなにたくさん生まれています。そして、幼虫たちもたくさんいますね。この頃には、新女王を5匹同居させた状態で、スタートしましたので、バランスよく、飼育を続けることができました。この間の飼育管理は、先ほどの3種類の餌を、欠かさず与えてあげることと、それから、給水により乾燥を避けるという、この2点ですね。これを続けていくと、比較的容易に飼育をすることができます。そして植物の種を食べるというのはクロナガーリ、特有の、食性になるので、こういった光景が見られる、アリというのはとても数が少ないです。幼虫も種に、かじりついてますね。自ら、かじりついて食べることができます。次に、クロナガーリの飼育巣について、押さえておきたいと思います。おすすめは、女王と同様に、土の中に住む、アリのための、石膏巣、石膏に水を、吸水することができます。こういった感じで常時、水を足してあげながら、乾燥状態を避けるようにして飼育を行うことができます。このようにですね、水を、吸ってくれるので、これにより、水が保たれるという仕組みです。コロニーの大きさもこちらのケースに収まるうちは、一つのケースで十分かと思います。また、コロニーが成長してきたら、石膏巣をつなぎ合わせたり、大きな石膏巣を用意して引っ越しさせてあげるなどして飼育スペースを増やしていきましょう。こうして育て上げたクロナガーリのコロニー、飼育巣の中ではどんなことが観察できるんでしょうか。こちらは4年目を迎えるクロナガーリのコロニーです。石膏巣を3つつなげた状態で飼育をしています。クロナガーリの代表的な行動である、種を運ぶという行動です。小さなクロナガーリが一生懸命に種を運ぶ姿はとてもけなげです。また、どういったタイプの種を、好んでいるかというのも観察のポイントになりますし、また野外で、自分で、イネ科の植物の種などを、取ってきてクロナガーリに与えるというのも、とても、飼育の上で楽しい部分になるかと思います。また、コロニーがある程度成長してくると、巣の大きさも広がってきますので、その中でどのように場所を使い分けるかというのも観察できるようになります。この場所では幼虫を世話する場所になってますね。幼虫が集められています。幼虫たちは自ら首などを動かすことができるようですね。またこちらでは植物の種を貯蔵しているようですね。この中には今、出ていないんですけれども、野外に生えている風草なども、クロナガーリがよく好んで、食べる種の種類になります。また、そういったものすべてを含めたダイナミックなコロニー活動を観察できるようになります。ということで、クロナガーリの、女王採集から、飼育までを、流れを抑えていきました。もちろん、今紹介した以外にもたくさんのポイントがあるかと思いますが、まずは、クロナガーリの生息地を見つけて飼育の準備をして、そしてクロナガーリの飼育を、楽しんでいただければと思います。ということで今回はクロナガーリでした。